生年月日を教えてください。はい、昭和60年。60年って言ったら1985年。生年月日を書いたら一番最初に出る言葉が、周りが全部崩れていくって言ってるんですよ。はい、うん、何もかもうまくいかない。で自分が築き上げたやつも崩れていく、うん、でね、なんか人間関係もまあ崩れていくみたいな、うんうん、両親生きてますか？生きてます、うん、一緒に住んでますか？はい、うん、すごく仲いいですか？これを聞いた理由は、うん、まあちょっとまあ内緒話じゃないんですけど、うん、さんのちょっと本音も、うん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 、出なきゃいけないんで、うんうん、全部知られても大丈夫かなって思って、なんでその家にいるのって言ってるんですよ、うん、神様が。確かに、うん、出た方がいいよなと思ってるんですけど、うん、合わないんですよ。あ、やっぱり、うん、なんか家自体もすごくごちゃごちゃしてる。あ家に いると、うん、無性にイライラする、うん、腹が立つ、うん、それとちょっと難保になるんですよ。その家って古いんですか？昔から住んでる家ですか？一回火事になって同じ場所に建て替えた家で、うん、30年ぐらい経つの？30年ぐらい。じゃあその家に住み始めて今まで30年ぐらい。一回東京とかに出てたこともあって、うん、自分じゃなくてそのみんなが。あ、そうですそうです、うん、お父さんたちはずっと、はい、でそれが30年ぐらい、はい、うん、まあ今火事で言ってくれたんですけど、うん、家の運気が普通ちょっと落ち着くのが当たり前ですけど、うん、落ち着かないんですよ、うんうん、っていうことは家にいろんなところ手をつけた、うん、そうすると土地の気運がもうあれですね、さっき言った落ち着かず、うん、なんかこういう、うん、まあ波みたいな感じ、うんうん、だから自分の気分も一緒なんですよ。ある日は良かった、うん、でもある日は突然さっき言った無性に腹が立つ、うん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 、で土地の機運を感じる人なんですよ。うん、で、自分、今2階に人いるんですけど、うん、ご飯食べながら話したのが、うん、ちょっと霊媒師っぽい人が来るかもって言ったんですよ。日本人の中で霊媒師って言ったらどういう人ですか？霊が見える人、うん、それがすごく一般的な答えだったんですよ、うん、でも韓国はそれが違うんですよ、うん、やっぱり霊を見るから霊媒師、うん、霊感があるんじゃなくて、うん、霊が見えなくても、うん、こういう影響を受けやすいのが霊感のある人なんですよ、うんうん、だから自分はそういう韓国人の考えでそういう言ったんですよ、うんうん、だから、さっき言った土地の神様の気運を受けてるから、うん、そういう現象が起きてるんですよ自分の中で、うん、まずその土地、うん、家自体の気運が、うん、合わない、うん、でお父さんもちょっと気質が荒いはずなんですよ、うんうん、荒いです。お父さんはその家への影響もあるんですけど、うん、その前からなんか伐採と言いますか、うん、ちょっと木を切ったり、うん、木と関係ある仕事してません？どういう土木作業、あ、土木道作ったりですよね、うん、なるほど。だからそういう、まあ、自分は木って言ったんですけど、うん、とにかく木も切ったり、うん、木を扱ったり、うん、それと土を掘ったり、うんうん、そういう仕事をしてたはず、なんか感じたんですよ、うん、だからそういう仕事をしてきて、まあ先祖の供養は別として、うん、うん、だからこの文化の違いなんですけど、うん、韓国だったら、うん、家を建てる時も、うん、その土地の神様とかに、うん、そのあれをするんですよ、もてなしをまずする、うんうん、これからここを掘ったりして、うん、家を建てますっつって、うん、無事をお願いしますって仕事を始めたり、うん、でとなんか道を、うん、なんか作る時も、うん、ここを全部、うん、まあ掘り起こして、うん、で道作ります、うん、でそういう感じでやるんですよ、うん、それじゃなくてもそこまでやらなくても、うん、お酒一本でも、うん、巻いてやるんですよ。でもそういうのが一切ない、うんうん、だからまあさっきも言ったんですけどこれが文化の違いで、うんうん、まあ日本はそういう しきたりっていうか習慣がなかったから別に、うん、まあやらなかったと思うんですけど、うん、でもやっぱり神様の世界はそれが全部どんどん積もっていくんですよ。うんうんうん、もうちょっと
女性にしてはちょっとそういう力仕事、うんうん、やってますか、はい、85年責任が強すぎるんですよ、うん、で、さっき言ったんですが身の回りがどんどん崩れていく、うん、その中で人間関係も崩れていく、うん、その理由の中で一つが、うん、自分の性格もありますよ、うん、女対処、うんうん、っていう気質が強すぎるんですよ、うんうんうん、だから お前男のくせにさそれもできないのみたいな、うんうんうん、そういうところがちょっときつい、うんうんうん、そういうのがあって、うんうん、本当は、うん、本当は、うん、中身は女ですよ、うん、自分が感じるのは、うんうん、すごく感受性もあるし、うん、ちょっとなんか感情豊か、うんうん、そういう人なんですけど、うん、わざとやってる部分もありますよ自分が、うん、確かに。それとなんか恥ずかしい、うん、女の子の女の子が振る舞うそういう仕草とか、うんうんうん、そういうのが、うん、ちょっと自分あいいなと思いつつ、うん、あでも私はできないみたいな、うん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 、そういうところがあるんで、うん、でも今後はちょっと出すべきって神様は言ってるんですよ、うん、このまま行くと周りに誰もいなくなるって言ってるんですよ、うん、だからまだ若いんじゃないですか、うん、で40過ぎる85だからまだ40なってないですよねだから40後半、うん、45くらいになるともう本当に孤独になるから、うん、今から変えなさいって言ってるでしょ、うん、十分自分の中でも中にも女性っていうのがあるからそれとわざと強がる必要はないって言ってるんですよ、うん、すごく負けず嫌いでしょ、うんうん、それがいいせいだろうが同性だろうが、うんうん、そういうところあるから少しは負けてもいいんだよって言ってるんですよ、うん、神様が、うん、そういう負けず嫌いなところがあってで自分を苦しめるところもある、うん、それと本当は泣きたいのに我慢するところも多いって言ってるんですよ、うんうん、そうです、うん、だから今こういう話をしてたら、うん、さんの目に涙が見えるんですよ、うん、でも自分が歯を食いしばって我慢する、うんうんうん、そういう姿が見えるんでそこまで自分を、うん、苦しめる必要はない、うん、だから神様っていうのは何もかも素直になってほしいのが一番なんですよ。自然のまんまが一番いいって言ってるんですよ、うんうんうん、だからやっぱり女として生まれたんだから、うん、その女っていうのをちょっと保たないと、はい、うん、そのバランスが崩れちゃうんですよ。あ、神様はあなたは女性だよ、ちょっと女性としてやっていきなさいって言ってるのに、人間がいやいやちょっと恥ずかしい、いやいや無理無理無理、うん、そういうふうに背いていくと神様は怒る、うんうん、だったらじゃあ苦労しなさいってなっちゃうんですよ。そっか、わ、うん、かりましたは、うん、ただでさえちょっと強いこういう性、まあ役と破れ、うん、悪いのが2つ入って、うん、しかも剣っていうのはさっきも言ったちょっとみんなのリード格になったり、うん、みんなを引っ張りたい、うん、それと責任が強い、うん、そういう人が全部自分なんですよ、うんうんうん、だから悪いの2つ、うん、しんどいの1つそういうのを持ってるんで、だから神様の設計図がそうなってるのに、うん、そのまま生きていく必要はないと、うんうんうん、少しは今こういう話してると自分の YouTube を見てる、うん、人たちは、うん、先生設計通り生きるべきって言ってたのに、うん、またなんか違うこと言ってる、うん、そういう確かこの無の世界っていうのは矛盾だらけなんですよ、うんうん、自分もお客さんに、うん、あなたのこういう運命はこういう運命ですから、うん、運命通りに生きてくださいって言いますよ、うんうん、でも、さんは、うん、いや違う運命通り生きてる生きちゃダメって、うん、真逆のこと言ってるじゃないですか、うんうんうん、これが自分のやり方、うん、その人に合う答えを出す感じなんですよ、うんうんうん、確か基本は運命通り生きていくのが一番いいんですけど、うん、でも運命がそういうめちゃくちゃ悪い運命なのに、うん、この運命通り生きていたら、うん、しんどいだけ、うんうん、悪いこと起きるだけだったら少しは変えていても、うんうん、少し進路変更していったら、うん、神様そんなに怒らないですよ、うんうん、
それとワージャと神様っていやらしいところがあって、うん、試練を与える、全ての人間に、うんうん、その試練にハマった時の対処を見るのもあるんですよ、うん、だからこういう設計をしたんだけど、じゃああなたはどう対応する、うんうん、どう生きていく、そういう見るところもあるんですよ、うんうん、こういう人間に合わせてくれた理由も、うん、じゃあチャンスを与えてやる、うんうんうん、この人間を通してこういう生き方もあるんだよって教えてもらう、うん、あと行動するのはあなたって感じなんですよ、うんうん、まずはその家から出るべき、確かに、うん、それと生活が男っぽい生活って言ってるんですよ、うんうん、だからもう朝起きました、じゃあ仕事行きました、うん、仕事終わったらまあちょこっと付き合いしたり、うん、そのまま帰ってきたり、うん、また寝る、うん、自分への自由実感とかそういうのがないって言ってるんですよ、うん、自分のための時間、うんうん、だからまあプライベートの時間がない、うんうん、でその家にいるうちはそれができない、うん、自分もその家に行くとさっきも言った無性に腹が立つ、うん、それともう一つが何にもやりたくない、うんうん、そうなんです、もうとにかく私ほっといて休みたい、うん、話もかけないでみたいな、うん、そうなっちゃうんですよ、うんうん、だからその家を出ていくべき、うん、それと人の目気にしないでください、うん、本当は可愛いの好きでしょ、うんうん、好きです、うん、ピンクとかそう、自分の部屋をそう作ってください、うん、今の部屋は殺風景、うん、本当に大人、うん、あ大人じゃない男、うんうんうん、しかも今ちょっと恥ずかしいこと言いますよ、うん、匂いもしますよ、うん、ちょっと男っぽい臭い匂い、そうそうなんですよ、部屋が、うん、臭い、うん、だからそれが、うん、まあそういう運気もあるんですけど、うん、自分の努力によってまあ芳香剤とか香水とか、うん、化粧品の匂いとかもで、うん、ちょっとごまかせるじゃないですか、うん、でもその家ではそういうのがやりたくない、うんだから自分の空間を作って、うん、その空間はもう 100% 自分のものだから、うん、自分の好きなようにしなさいって言ってるんですよ、うん、神様が、はいうん、ちょっと悲しいこと、うん、生きていく甲斐がないって言ってるんですよ今は。なんで私生きてるの、何のために今一生懸命働いてる、確かにいつ死んでもいいなと思っちゃうんですよ、うん、ダメダメダメ、うん、おばあさん、うん、覚えてますか、今おばあさん亡くなりますよね、おばあちゃん生きてます、どっちもどっちも、うん、あれなんかいるんですよね、うん、なんか今おばあちゃんって聞いた理由が、うん、すごく可愛がってるおばあさんがいるんですよ、じゃあおばあさんの兄弟、そう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 の中に亡くなった方で、すごく可愛がってくれた方いますか、うん、なんか記憶にはないんですけど、じゃあ本人は記憶ない、お姉さんは、いやないんです、ないですか、でもおばあちゃんこの間沖縄に行って、うん、奄美に行ってユタに会った時も、うん、おばあちゃんがいるって言うんです、うんうん、でもおばあちゃんの兄弟で一人でも会ったこともそんなないんですけど、うん、その人なんか、うん、可愛がってる人、とにかく年を取ったおばあちゃんなんですよ、うんうん、そのおばあちゃんがすごく可愛がってるの、うん感じてて、だからそのおばあちゃんも幸せになってほしい、うん、って言ってるんですよ、うん、だから、その家から出てきて、うん、一人で自分が好きなことをして、うんうん、自分だけの城を作るみたいな、うんうん、確かにそうすれば、うん、生きがいも生まれてくるし、うんうんうん、生きていく目標もできる、うん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 、って言ってるんですよ、確かに、うん、男に傷つけられたことあるんですか、なんでそんなに男になんか壁を作ってるんですか、いや多分お父さんかなと思うんですけど、厳しかったんで、そっか今壁を感じるんですよ、うん、そうなんですよね、うん、だからといって、うん、全く男に興味なくもない、また、うんうんうん、興味はあるのに、うん、ああ私も好きな人がいてほしい、付き合いたいっていう気持ちがあるのに、うんうん、なんか見えない壁、なんかその最初に言われたみたいな、なんか、うん、多分負けず嫌いが出て、うん、なんかライバルみたいになっちゃう、うん、じゃあもし、うん、まあ今日をきっかけに、
心を変える気はありますか？はい。ありますか？うん、だったら2、3年以内にできますよ。へえ。こういうチャンス、さっきも言ったんですか、うん、こういうチャンスがあるよって、うん、でも今合わなかったらこういうチャンス、今のまんまの、うん、の気持ちだったら絶対こういういい人が現れても壁を作ってこんな来させない、うん、そうするとこの運命とはもう会えなくなるんですよ、うん、でも今こういうチャンスを自分が掴んで、うん、しかもじゃあ変えようかな、うんうん、変わってみようかな、うん、ってなっちゃうとこの運命もしっかり握れるんですよ、うんうん、お姉さん結婚してますか？してないです。ですよね。なんで聞いたかというと、うん、さっき言った誰かは知らないけどおばあさんが、うん、うちの女の子たちみんな幸せになってほしいって言ってるんですよ。ああ、じゃあばあちゃんの方だやっぱり、うんうん、お父さんの方は女の子いないもんね、一人しか、うん、だから結婚もして、うんうん、まあおばあさんの横は子供も産んでほしいんですけど、うん、もしそれができなかったらそれでもいいって、うんうんうん、ただ、うん、女性として生まれたんだから、うん、やっぱり好きな人とは行ってほしいって言ってるんですよ、うんうん、だからそのおばあさんが私も手伝おうからって言ってるんですよ、いい人も、はい、うん、体に傷ないですか？なんか大きい傷とか手術とか盲腸の手術をしたぐらいかな。じゃあそれでもまだマシなんですよ、はい、とにかく体に、まあ、メスを入れたって感じじゃないですか、はい、でそれをやったから、うん、でももう一回やるな、うん、それでその人生の前半の大きい事故、大きい怪我は、まあ、免れた。それによってとにかく体にメスをつけたから、はい、でも人生の後半もう一回あるんですけど、うん、これあいにくですね、ちょっと乳がん気をつけてください。ずっと気になってたんですよ。気をつけてください、はい、うん、いやちょっと男の勝手な考えで、はい、使ってないのにみたいな子供もいないのにって、うん、でも乳がんなんですよ、うん、人生の後半、はい、だから、うん、この破れが、うん、体に傷とか、うん、いろんな破れもあるんですけど、やっぱり、うん、そういうのを教えてくれるんで、うん、それと、うん、タバコ吸ってますか？はい、あ、ちょ、気管支が良くないのが、うん、出てくるんで、それと、そのホコリとか、うん、結構吸ってます？仕事で、仕事絡みとかで。あ、はいはいはい。うん、じゃあやっぱりその辺を対策をちょっとしてください、はい、うん、気管支も、うん、すごく悪いんで、うんうん、で今痰とかもよく、うん、出ます、うん、出るんで、はい、うん、だから気管支にいい飲み物、まあ韓国ではその梨をその茹でた、なんか梨でお茶をして飲むとなんか気管支が良くなるとかそういうのがあるんですけど、それちょっと民間療法も取り入れてちょっと管理してください、はい、うん、家から出ていかない理由の中で一つ、お母さんですか？あ、そうですね、うん、まああれのまま言いますね、うん、